黄色の大歓声が、甲子園を包み込む。勝利までは、あと6アウト。自慢の中継陣に託して、日本一への大手は、目前だった。ただ、そう簡単ではなかった。相手もうまく打ちましたし、しょうがないですね。オリックス、中島聡監督は、敗戦の現実を受け止めた。2点リードの8回、指揮官は、コンディション不良で、3、4戦目は、ベンチ外だった。山崎総一郎投手を送り出した、戦闘の木並みの二塁内野安打に、 あだちの悪送球も重なり、出塁を許すと、その後は、虫一三塁から、近本に、敵地打を献上中野に儀打を決められ、一四二三塁としたところで降板した。ここで、宇田川勇希への、交代を急進に告げた、三連投だったんですけど、状態はいいと聞いていたので、三振を取ってくれるのは、宇田川ということで、チームとして、今季初の三日、連続投板、厚沢投手コーチも、試合前練習から状態を確認し、 一切の迷いはなかった。それでも悪夢が待っていた。森下にはカウントに2から152キロの低め直球を左中間へ運ばれた。大山にはフォークをセンター前へ弾き返された。相手が上だった。監督の期待に応えられず申し訳なく悔しいです。宇田川はマウンドで両膝に手をつき目には涙が溜まっていた。安倍も打たれて一挙6失点。終盤に1イニング6失点を喫するのは 9月26日の西武戦以来、今季2度目だ。僕のせいで負けてしまったので、悔しいですと、山崎総一郎。しかし、3連覇は、ブルペン陣の奮闘があってのこと。厚沢投手コーチは、誰も責めることなく、強い言葉を口にした。あと2試合しかないんで、全員で行きますよ。最強リリーフ陣を出しますよ。もうやるしかない。負ければ終わり。2連勝が絶対条件となる。慣れない敵地での、3試合は終わった。 中島監督も決して下を向いていない。もう追い込まれたわけですから。開き直るわけじゃないですけど、京セラに帰りますし、二つ勝たないといけないわけですから、頑張りますよ。逆転での二年連続日本一へ、王者の底力を見せる時が来た。